困ってる。絶命状態の復帰は私にはできない。ルラ様なら。でも彼女は味方よ、エデン。ダニエルちゃんといて。私の時空支配で生きてた頃まで時間を遡るから。落ち着いて、あなたはデスペナルティで能力もオーラも使えないでしょう。なんでこんな時に能力が使えないの？私のバカ。やったたず。もし私がエミリキをここまでしなかったらバハートちゃんが死ぬこともなかったのかな。私だってさすがにここまでは想定できないよ。無理だよ。何か方法は。この子はつい最近転入族に変わった。つまり完全な人間の構造とは変わってる。なら心臓や呼吸が止まっていてもまだ。そうだ、天使の構造ならもしかしたら。なるほど、状況はわかった。相手は仮にもファルドラだ。どこまでが真実だったのかわからないが、パト視点の内容は理解した。疑わないのかよ。お前がバハートを狙う意味がないからな。むしろ仲間として引き入れようとしていたのなら筋が通らない。防衛軍の情報だってそうだ。別に聞こうと思えば指揮隊長から聞ける。わざわざバハートを使う必要性なんてないだろ。天の絵隊長の件は俺も初耳だった。まさか死んだなんてな。ファルドラは今どうしてるんだ。消息不明で終わってるわけじゃないんだろ。見てわからなかったか。あの場にいたファルドラは全て虚構で作られた偽物。消息なんて最初からわかってねえだろ。そうだよな。とりあえずこの件は他の隊長、副隊長に連絡する。ファルドラがあの場で動いた以上何かを仕掛けてくる可能性は非常に高いからな。戦力を集める。パト、俺もお前も指揮隊長もそうだが、完全にオーラが戻っていない。無茶だけは考えるなよ。俺がお前を止めた時、お前は周りの一般人にまで殺意が向いていたからな。結局俺は何もつかめないままバハートさんを失っただけじゃねえかよ。俺に何かできることは、むやみに行動しないこと、そして時が来たら情報をできる限り集める。自分勝手な行動は逆に仲間を危険にさらすんだ。ロイドさん、恥じるな。パトは一般人、俺たちみたいな軍人は慣れている。今まで教わることもなかったんだ。クールになれ、わからなければ俺がお前を導こう。そうしてやらないとバハートが報われんだろう。そうか、ロイドさんはバハートさんの上司であり師匠だったんだ。バハートさんの死はロイドさんにとっても耐え難いこと。バハートさんを、守れなくてすみません。謝るな、むしろバハートの立場的に守らなければいけない側、役職的には死に対して愚かと罵声を飛ばさなければならない。だが俺もそこまでクールにはなれない。この異変、前線から身を引いた俺だがでしゃばらせてもらう。どうだパト、俺と手を組まないか。そうすればお前にもやれることがあるかもしれない。ロイドさんと手を組む。この人は元隊長で聞けば父さんたちの先輩にあたる父さんが尊敬できる人らしいし、間違いはないか。ロイドさんが良ければお願いします。僕も今回の件で役に立てるなら。いや、できるなら元凶を殺したい。それでいい。なら仲間にそれを伝えに行くんだ。ほうれん草は大事だぞ。はい。主様。進展はあったのか、見える。もうバハートさんは人として生き返ることは不可能。心臓も完全に止まってるし、魂が抜けてる。人として？ということはそれ以外で復活はできるのか？転入としてなら。バハートさんの転入はどっちかというと身がドルエデンさんだから転入になってからのバハートさんならもしかすると身がドルエデンでどうにかなるかもしれない。でもここで復活させるには二つ条件が必要なの。一つ目はエミエルを治すこと。今私が治そうとしても天使の瞬間の力が働いて私の医療を受け入れてくれないの。これは瞬間の緊急システムみたいなもので、能力者が危険に陥ると外部からの障害から身を守るために能力や外部からの影響を遮断するの。今はそのシステムがエミエル経由で発動してるおかげでバハートさんの肉体が治せない。つまり身がドルエデンから魂を見つけても肉体が破損しすぎてるからすぐに魂が抜けちゃう。試合前に言っていた職人ネス、ドローに頼んで治してもらうしかない。ってことか。それで二つ目、バハートさんの魂の代わりになるものを取ってくる。本来なら自動で行うんだけど、まだ契約していない以上、主様自身が代わりの魂を取りに行くしかない。本来の従属とミガドルエデンの契約って、死んだ時にミガドルエデンで生まれたばかりの魂を自動的に契約した従属に補填する、というものなんだよね。だから従属が死んだら自動的にミガドルエデンか、まだ肉体や生命が宿っていない魂、を対象者に送るの。それで蘇生は完了なんだけど、新しい魂を入れてるからオーラや能力、肉体がその魂になれるまで地球時間で1週間かかる、その何もできない期間をデスペナルティって呼んでいるだけ。つまり、契約していないから自動で魂が補填されない、なら手動、自分から魂を取りに行ってバハートさんの中に入れてしまえばいいってことか。そういうこと。それはバハートさんがミガドルエデンで覚醒したミガドルエデンさんの転入だという私の憶測。ミガドルエデンとは無関係で覚醒していた場合、ミガドルエデンの魂は対象者となじまずに尽きるのに。
つまりエミエルを先に直せば、バハートさんにかかっている緊急システムの解除ができる。そしてそこからミエルが治療してミガドルエデンから取ってきた魂をバハートさんに入れれば、治るかもしれない。ちなみにタイムリミットだけど、死後硬直が完全に終わるまで、つまり最長24時間が勝負。この間に入魂と蘇生をしないと復活しても後遺症が残るよ。ちなみに後遺症は死後硬直が終わった部位、そこが完全に機能しなくなるから早くした方がいい。ちなみに治療や入魂、エミエルの回復も含めたら6時間は欲しい。それは邪魔が入ったらどうなる？また1から見ていって、修復箇所までの手順を順次確認するからかなり時間がかかる。エミエルはいいけど、バハートさんは転入、体の構造がかなり複雑なんだよね。問題は山積みだな。内容的に先にミガドルエデンに行かないとバハートさんは助からない。だけど異変も早く対処しないと仕掛けられてからじゃ被害者を多く出してしまう。メディアをロイドさんとつけるか、それでこの会場の護衛をソフィアに任せる。その間にミガドルエデンに向かう。それしかないか。お願い、俺がミガドルエデンに行っている間、ロイドさんと行動して状況を確認してほしいんだ。いくらご主人でも嫌です。なんで他の粗悪品と一緒に二人で行動しないといけないんですか？俺たちだけ情報を知っててもダメだろ。防衛軍側にも情報が必要だ。それを毎回集まって交換するくらいなら一緒に行動して情報共有した方が早いんだ。石化と箔は使えない。ソフィアも疲労があるし、そもそも移動に向いてない。石化とカナはコトカの護衛をしてもらいたい。メディアしか頼める人がいないんだ。お願い。はぁ、まさか私が他の粗悪品とセットにさせられる日が来るなんて、敵より何より粗悪品を殺した方がいい気がしてきました。なら一人ですし。絶妙なことを言わない？どうしよう、ロイドさんには悪いけど、先に一人で動いてもらおう。メディアは無理だ。多分ペアを殺してでも男と組みたくないっぽいし。ロイドさんすみません。先にバハートさんの治療に携わってから異変調査にご協力させていただいてもよろしいですか？問題ない。俺もバハートの代わりに今東京にいる防衛軍たちの指示と情報収集を行おう。これが俺の電話番号だ。取らなかったらオーラで俺を追ってくれ。お前ならそれくらい容易だろう。ありがとうございます。すぐに向かいますので。メディア、わがまま言った以上は成果を出せよ。出せますよ。絶当品と組むくらいならそっちの方が何億倍マシですよ。はぁ、石化と箔が万全ならなぁ。それじゃあ見える、今からミガドルエデンに行ってくる。でかエデンですよ。あのエデンは構成員以外階級が全く存在しない、ある意味平等国家です。ネスはその中でも信頼できる鳥の幼獣族です。今回は緊急だしミールを使うよ。すぐに帰ってくるから準備を頼むぞ、見える。はい、お願いします。主様。すぐに。早く異変解決に向かわないといけないんだ。どこだ？ここ。いつもと違う場所。ということは俺がメガドルエデンに来たタイミングで誰かがここに俺を召喚させたんだ。どのエデンかもわからないのに。くそ、お困りですか、主様。ここ最近毎日ですね。どうですか、そこまで何度も伺うのなら。私の才能を教えましょうか。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も、お楽しみにー。